光玉内駅は、北海道美梅市甲州内町北にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は A15。電報略号はこう。1976年の光玉内駅と、周囲 1km 範囲。右上が、函館本線朝日川方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成所在地名より、アイヌ語のカウシ内に由来し、隣接するミネノベ駅北方の川の名が地名となって広がったものとされる。川、本来、糸の糸であるが、転じて、仕掛け弓などの糸を使った罠の意としても使われる。短式ホーム、島式ホーム複合型二面三線を有する地上駅。駅舎側から一、二、三番線となっており、互いのホームは、 岩見沢方の古戦橋で連絡している。一番線が上り、函館方面、二番線及び三番線が下り旭川方面となっている。かつて二番線は上下共用の対比線であったが、時点では、この廃線、1993年時点では、下り専用となっている。ただし一番線との点鉄機は、函館方、旭川方ともに残されている。 またこの2番線、朝日川方に短い側線を位置、本有している。単式ホームはかつては島式であったが1983年時点で、すでに片面仕様となっている。無人駅となっているが、有人駅時代からの駅舎が残る。駅舎は線路の東側に位置し、単式ホームとは通路で連絡している。開業時からの建物だが一部手が加えられている模様。トイレは、 駅舎南側に別棟で設置されている。友人駅時代は駅スタンプが設置されていた。駅前には開駅30年記念碑の石碑が混流されている。2014年度の1日平均乗車人員は21人である。なお、各年度の1日平均乗降人員及び1日平均乗車人員は以下の通りである。美馬石の郊外に位置する。 近くの短期大学生のアパート街になっている。公衆内仮上校上に関するカテゴリ、光玉信号上に関するカテゴリ、ありがとうございます。